皆さん、こんにちは。7L4WVU ですこの動画チャンネルはアマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で初心者向けの高周波回路の実験、トランシーバーやアンテナの製作やアイデアなどについて紹介しています。本日の動画は SL6609 というプレッシー社の格安 IC を使った受信機の製作について紹介します。この IC は 昔のポケベル受信機で使われていた FS 形容の受信 IC で今では需要もないことから秋月電子でなんと4個で100円という価格で販売されていますこの IC を使ってアマチュア無線やラジオが聴けるダイレクトコンバージョン受信機が作れないか実験してみました内容はダイレクトコンバージョン受信機とはどういうものかという説明そしてデータシートから機能を調べて試作実験してみるという内容です 初心者のの受信機の勉強にもなるかと思います皆さんはダイレクトコンバーション受信機ってご存知でしょうか市販品だと50年くらい前に販売されていた水保通信の受信機を思い出します当時簡単な回路でアマチュア無線の自作機が作れるということでキットでも販売されていました雑誌に回路図も掲載されていたので自分で作った CW トランシーバーでしばらく運用していたこともあり 懐かしさでいっぱいです。ただし、当時の回路は単純にオーディオ信号に変換していたものだったので、イメージ信号が更新になり受信には苦労しました。現在は直行回路でイメージ更新を打ち消して、SDR などに広く用いられています。次にブロック図で比較してみましょう。上は、一般的なシングルスーパー受信機で、 下がダイレクトコンバージョン受信機のブロック図です。シングルスーパー受信機は、アンテナから入った高周波信号を安定に増幅できる中間周波数に変換し、その後に検査、音声増幅をします。一方、ダイレクトコンバージョン受信機は、周波数変換で音声帯域に変換して増幅するのでフィルターなどはありません。原理は、まず、図の左のように、 7003kHz に CW の受信信号があったとしましょうその時に極部発信機から 7002kHz の信号を入れて周波数変換しますすると周波数の差分の 1kHz の信号が音声帯域に変換されることになりますこの信号を低周波増幅で聞こえるレベルまで増幅することになりますここでもし 7001kHz に別の信号があったとすると 同じように 1kHz に変換されて、更新することになります。また、音声帯域での増幅が大きくなるので、近くに中原ジオ局などがあると通り抜けて検査されてしまうこともあります。今回の実験に使用する IC です。この IC は昔のポケベルの受信機で使われていたもので、かなり前に秋葉原の秋月電子の店頭で見かけていました。しかし、 FS 系のデータ受信用でネットで検索してもラジオなど自作した記事を見つけることができなかったので買うに至りませんでした今回 SDR 受信機を実験するにあたりこの IC のことを思い出したので自分なりに考えて実験してみることにしました IC の資料は秋月電子のホームページにありますので興味のある方はご覧ください データシートを見ると、この IC は 470MHz までの動作に対応した FSK 受信に使える高度なダイレクトコンバージョンレシーバーと記載されています。そして消費電力は 3mW と低く、受信感度は -130dBm と高感度であることがわかります。うまく使えれば 430MHz 帯などでも使えそうで、 衛星通信の受信機などにも応用できそうです IC 内部はこの図に示すように直行回路が組めるように2組の受信回路が入っていますカスタム IC で FSK データ受信用途でリミッターとか入っていますそのためラジオなどの受信用途には向かないかもしれませんそして音声帯域に変換後のバンドパスフィルターもデータ信号用なので ラジオ用にはっていないいなと思います。また電源電圧がなぜか 2.7V と言って3 v の2種類必要なので面倒そうでした今回は簡単に受信できるかの実験なので図の赤色で囲んだ部分のみを使うことにしました考えた回路です。データシートにある断片的な情報から自分で考えて作ったのでいらない部分もあるかもしれません 消費電力が小さいので 2.4V と 1V 系はダイオードで低電圧化して簡単にしました。また極部発信機はこの回路図には記載していませんが SI5351 とマイコンで製作したものを使用しています。信号発生機などを所有されていれば使用可能です。音声出力は前に作った LM386 のオーディオアンプを接続して聞いてみました。 基板は前に設計したアンテナアナライザーの基板を流用して SI5351 の PLL と液晶が実装されたものを作りましたこの基板を JLCPCB に発注したところ5枚で送料込みで500円程度でしたプリント基板は安く作れるので本当に助かります PLL や表示回路がない前のスライドの回路でしたら 市販の IC 変換基板でブレッドボードで組んでも良いレベルだと思います。しかし、キキャドなどをマスターして基板発注もできるようにしておくと実験が楽になると思います。それでは、この回路で実際に短波放送と7ヘルツのアマチュア無線を受信してみましたので動画をご覧ください。

ですね、どう頑張っても皆さん強いもんですからねとてもとても動画の通り短波放送やアマチュア無線の受信はできましたアマチュア無線の SSB 信号はこの受信機では両サイドバンドが受信されてしまうので逆サイドバンドの信号は復調できず少し使いにくいです また、アンテナを大きくすると、近所の強力な中波ラジオの信号を拾ってしまいます。今回は、自宅のアンテナを切り替えて一番妨害が少なかった HF のハイバンドのダイポールを使用しています。感度は短波帯で、マイナス 100dBm 程度の信号は聞こえました。しかし、UHF 帯は極部発信機のレベルが低すぎるようで、受信実験ができませんでした。なお、 データシートには、ここに示すように外部 RF アンプの回路図がありますので、好感度のステックはアンプありの場合と推測されます。今回はアンプなしで実験したので、こんなものかなと思っています。また、IQ 信号処理に使う極部発信器用のネットワークの回路もついていました。極部発信器はワイドバンドの時は、この回路は使えず、 SI5351 の直行出力などを使う必要があります今後はこの IC の本来の使い方の IQ 信号を用いた SDR 受信などの実験をしていく予定ですそれでは動画のご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは自分が制作した作品の他にアマチュア無線に役立つ情報も配信していますよろしければチャンネル登録をしていただくと嬉しいです